皆様こんにちは、中川です。いつも中川隆一郎チャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。そしてチャンネル登録、コメント欄へのコメント、グッドボタン、本当にありがとうございます。中川隆一郎、これからも頑張ってまいりますので、多大なるご支援応援のほどよろしくお願いいたします。ということで早速動画の方を移ってまいりましょう。さあ、今私は福岡市中央区天神の渡辺通り沿いの一番目抜き通りの都心部に来ております。本日はこれ、目の前の見えますでしょうか、ドーンと大きなビル、こちら新福岡ビルでございます。本日はこの新福岡ビルをですね、中心に、天神周辺の街をですね、お散歩しながら実況解説したいと思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。まあ、位置関係から申し上げますと、こちらがですね、西鉄の福岡駅でございます。電車乗り場がありますね。そして待ち合わせなどで使う、大画面ですね、大画面前です。そちらのもう真正面、道向かいにですね、大きなビルが建設されております。もともとですね、福岡ビルと天神コア、そして、名店ビル、ここ3個のビルがあった場所でして、まあ、そちらをですね、解体して今大きなビルを建てているところなんですけども、非常に大きいですね。威圧感はないですけども、かなり太いです。なぜ横 100m、 縦 100m の敷地面積が1万平米、そしてですね、総床面積が17万7000平米ということで、福岡でここまで大きいビルっていうのはほとんど多分ないと思います。大名ガーデンシティでも多分またそれ以上に多分でかいと思いますね。そしてですね、このビル、地上ではなくて地下4階、そして地上19階建てです。地下4階からですね、地上7階までが、こちら見えますでしょうか、商業フロアとなっております。そして8階から17階までがオフィスフロア、こちらは西日本鉄道の本社が入ります。そして18階から19階までが、ホテル、ラグジュアリーホテルとなっております。そのようなフロア構成ですね。今もタワークレーンが動いてますね。今ですね、この部分まだですね、カーテンウォールが、設置されてない部分がですね、ホテルフロアとなっております。こちらが多分18階から19階でですね、そんな感じとなっております。なんでですね、今回その新福岡ビルをリポートする、まあ、気になったかというとですね、以前投稿した動画にですのコメントにですね、ぜひ中川さん の汚いですね意見でいいので、その福岡ビルのデザインに関して、まあ、パースと見比べてですね、どんな感じかなということで、率直な意見をということでありまして、まあ、動画を撮ってるんですけども、まあ、正直言いまして、この新福岡ビルめちゃくちゃかっこいいです。でこれのですね、基本設計がですね、日建設計さんです。業界的にもかなり大手の、設計事務所になります。そして、実施設計にあたっては、鹿島、建設となっております。まあ、日本のですね、一流のゼネコンと一流の設計会社がですね、まあ、しっかりこう胸を張ってですね、設計した、まあ、ビルということでですね、しかしかっこいいです。一応これ黒基調のデザインとなっております。そしてですね、このここの部分ですね、窓ガラスがですね、カーテンウォールが貼られてない部分あるかと思うんですけども、これは何かをモチーフにしてるんです。さあ何でしょうか。ちっ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 ち、正解はこれ線路なんですね。もともとですね、旧福岡ビルはですね、西日本鉄道が施主様となっております。この新福岡ビルも西日本鉄道が施主なんですね。いわゆる建築主となっております。なんで、まあ、線路を彷彿、西日本鉄道なんですね、線路を彷彿とさせるようなこうデザインということで、
まあ、こんな感じのですね、本当にこうちょっと幅は広いですけども、まあ、線路のような形になっておりますよね。そして、まあ、線路はですね、まあ、基本ちょっと茶色いというか、まあ、黒っぽいので、まあ、こういったですね、黒のデザインにしているみたいです。ただこのいいですよね、この黒のですね、縦状のですね、ガラスを使うことによってですね、非常にこう洗練したですね、締まったような都会的な印象を受けますね。いや正直かっこいいです。まあ、大名川ネッシー、この前お伝えしました通りですね、あれはあれでガラス張りでですね、真ん中をこうえぐったような、切り目を入れたようなデザイン、あれはあれでかっこいいんですけども、まあ、こちらもですね、単純な、長方形のテナントビルにするというよりはですね、しっかりこう、まあ、差別化を図るようにですね、この斜めのラインから上が、商業、そしてホテル、そして斜めの、部分に関しては、商業施設ということで、しっかりこう区分けすることによってですね、西鉄としてはですね、かなりこうこだわった部分じゃないかなと思います。というのはですね、天神ビッグバンによってですね、商業施設がですね、あまりこう、まあ、大々的にですね、設けられるというよりはですね、オフィスメインで、開発している側面がありますので、こういったですね、一つのビルの中の区分けっていうのは非常に大切なことだと思います。まあ、ちょっと強いて言えばですね、少し外観をですね、もう少し変えてもいいんじゃないかなとちょっと正直思いますね。こう賑やかさはちょっと見られないかなっていう感じですね。もう少しカラフルな感じが良かったかな。そしてこう上はですね、しっかりとしたこう重厚感のある引き締まった黒を基調とした、まあ、事務所ビルということでですね、非常にかっこいいと思います。そして今ですね、カーテンウォールが、まあ、ガラスが貼られてない部分に関してはですね、イメージパースを見るとですね、CLT というですね、木片のパネルが、用いられることになっております。なんでですね、ちょっとですね、ズームしてみましょう。この部分ですね、茶色い木片が見えると思います。実際 CLT かどうかは定かではないんですけども、まあ、木をあしらったようなデザインになると思います。なんで、まあ、そこはですね、ホテルのフロアですよということで、こう差別化を図っているんだと思います。さあちょっと渡って、側面と背面行ってみましょうかね。お、なんか起こりましたね。おそらくここのガラス手すりの部分は、まあ、誰でも入れるような展望施設になるんじゃないかなと思いますね。おそらく床は張られていると思います。いいですね。ちなみに高さ言い忘れてたと思うんですけども、こちら高さ97m となっております。まあ、国宝の高等政権でですね、いくらまあちょっと緩和されたといってもですね、ここに関してはちょっと 97m で収まった感じですね。まあ、本来ですね、この福岡の街のポテンシャルを考えるとですね、 150m、まあ、ないしはですね 180m 級のですねビルもですね、建てていいんじゃないかなと思いますけど、まあそれは仕方ないですね。それはもうどっちかを取るかですよね。空港から、まあ、主要都市が近いのか、空港から主要都市が遠いのか、福岡はその利便性を、
まあ、絶対に捨てることはできませんし、まあ、新宮を機にですね、いろいろ、まあ、新空港、まあ、移設案とかいろいろありましたけど、まあ、費用対効果から見ると、まあ、やっぱり福岡空港は今の場所板付けらへんでですね、天神から博多から近いという、まあ、利便性を取った側面がございます。ここのメガネのですね、アイガンビル、まあ、こちらに関してはちょっと今回は割愛させていただきます。いろいろちょっと思うところはあるんですけど、今回はちょっと副ビルということで、前が福岡市役所ですね。まあ、福岡市役所もですね、竣工からおそらく35年ぐらい経っております。高さがですね、あの鉄塔、一番上の鉄塔ですね、赤いとこ、あそこで76メーターとかなんで、まあ福岡市役所もですね、そろそろ高層ビルに建て替えてもいいんじゃないかなと正直思います。それぐらいですね、福岡というものはですね、あと人口が20万ぐらい増えてですね、180万都市になってもですね、おかしくないと。まあ、福岡県の人口はですね、北海道を抜いて第8位になったりですね、将来的にもですね、東京と福岡が栄えて、あとの地区は、地域、県はですね、滅びるとまでは言いませんけど、かなり衰退が進むということで、まあ、ポテンシャルを考えると東京と福岡は相当すごいと思います。で、側面と背面やってきました。これ JV ですね。JV、鹿島コーポレーション、大林コーポレーション、西鉄建設だったかと思います。ちょっとあっち行ってみましょうかね。側面と背面をちょっと同時に見たいですね。側面こんな感じになっております。ちょっと逆光で見えづらいですね。今タワークレーンから、資材が吊り上げられてますね。側面結構かっこいいですね。側面もかっこいいですし、背面もだいぶかっこいいじゃないですか。これ素晴らしい。背面これケチってないですね。さすがにこれコストカットしてないですね。背面もしっかりしてますよ、ガラス張りで。大体これケチるんですよね。 ALC パネルを貼ってケチるところをちゃんとガラス張りにしてますし、ここのですね、壁面部分にもですね、しっかりこう、まあ、CLT というか CLT 調のですね、木目調に見えるようなですね、部材をしっかり貼ってですね、デザイン性に気を使ってるっていうのが見受けられますね。やっぱりここにですね、ここにもしっかりビルが建つんですけども、やっぱりですね、しっかりこう背面を、側面を気を使ってるっていうのは中川的にはかなり評価が高いです。だいぶやっぱりかっこいいというか、気合が入ってますね。めちゃくちゃ気合が入ってます。このビルのですね、まあ、介護館と言っていいのかわからないんですけども、縮小版としてですね、あの渡辺通りの方にですね、あの九州電力が建設したですね、九州電力競争館ビルというビルがございます。こちらはですね、地上14階建てで高さが、67メーター、まあ、こちらに比べてもですね、全然規模は、小さいんですけども、ただこうデザインがですね、結構似てますね。あそこは確か三菱地所設計とですね、西日本技術開発の、JV のデザインとなっておりました。こういったですね、 黒でまとめたですね、しっでですね、都会的なですね、デザインのビルが福岡に建つということは、まあ、非常にですね、福岡市民にとっては、まあ、僕にとってもですけども嬉しいことです。
職人さんがゾロゾロと出てきてますね。お疲れ様です。ご安全に。少し中の風景も見えますね。いやーかっこいいですね。しかし広いですね、これ。ほら、そしてこちらにはですね、旧福ビルの写真が貼ってあります。旧福ビルです。ちょっと背面からも上げてみましょうかね。うわーすごいよ、ほら。そして天神ビジネスセンタービルト、おーかっこいい、素晴らしい。いや、いいですね。まあ正直デザインに関してはもう満点をつけていいと思います。中川ズポイントで満点です。もうそれぐらい凝ってます。正直天神ビジネスセンターより全然いいと思います。天神ビジネスセンターは中川的にはちょっと微妙なんじゃないかなと思います。めちゃくちゃデザイン的にこだわってはいるんですけど、ちょっとありふれた感があるんですよね、天神ビジネスセンタービルに関しては。こっちですね、ビジネスセンター。ちょっとありふれすぎてる。まあ天神ビッグバンのですね、初案件ということで非常にデザイナーもですね気を使った、まあちょっと空回りした案件になるんじゃないかなと正直思います。まあ福岡のデザイナーが設計というかデザインされたんですけども、僕も X でですね、ちょっとこのデザインはどうなのかっていうことで意見を述べたところですね、即ブロックされました。ちょっと閉鎖的だなと思います。私も曲がりなりにもですね、建設会社の従業員でですね、まあ、そこら辺はある程度ですね、詳しいとまでは言えないですけど、まあ、素人に毛が生えた程度の意見を言えるからですね、そこのこう協調性っていうのは非常にこうデザイナーとしてもですね、新しい知識技術をこう取り入れる際にはですね、大事になってくるんじゃないかなと正直思います。もう一方のちょっと側面を見てですね、福ビルのご紹介は終わりたいと思います。ちょっと太陽が眩しいですね。こちら側面になります。天神一丁目交差点の側面、福ビル。タワークレーンは今2基設置されてますね。すでに19階までですね、積み上げられております。すでに上等しております。あとは内装とですね、あそこのホテル部分をですねの外装をですねしっかり整えれば、完成時期がですね、2025年の春で、竣工がですね8ヶ月後の、今年の12月ということで、もう本当にもう大詰めの作業となっております。あと8ヶ月でもう竣工ですね。でさっきですね、鹿島建設とですね、大林組も入ってるって言ったと思うんですけども、それはちょっとありえないですね、ごめんなさい、嘘つきました。鹿島建設、安藤狭間、松本組、西鉄建設ですね。
まあ、というのもですね、さすがに鹿島建設とですね、大林組が、まあ、JV にする、JV になることっていうのはほぼありません。安藤狭間はですね、中堅でございます、ゼネコンで言うと。松本組はですね、千葉、地場、大手とも言えない地場中堅ぐらいですね。西鉄建設は、地場大手では地場中小ぐらいの規模ですね、ゼネコン界で言うと。なんで、あくまでも、まあ、鹿島、まあ、西鉄が世襲になるんで、西鉄建設を入れて、松本組は、まあ、そのノウハウが結構あるんでしょう。結構西鉄のですね、延伸も松本組が駅舎を作ってたりしてるんで、その絡みもあると思います。安藤狭間に関してはまあちょっと入れてくれよっていう感じでしょうね。でやっぱり大元は基本的には鹿島建設が請け負っております。最後見て終わりましょうか。ということでですね、今回はですね、動画のコメントにありましたですね、新副ビルのですねデザインをですね中川なりにこう批評してくれということでですね、動画をお届けしてまいりました。今回の動画いかがだったでしょうか。中川は基本的にですね、福岡の都心部の再開発、街づくりを中心にですね、お散歩しながら実況解説、そしてですね、東京、大阪、名古屋、そして、まあ、仙台とかも将来的に行ってみたいなと思います。そういった都心部を、同じようにお散歩しながら実況解説、そしてですね、将来的にはこう海外もですね、都心部と駅前をですね中心にお散歩しながら実況解説していきたいなと思いますので、そういったこう街づくりとかですね、建設とか再開発好きの人にとってはですね、いいチャンネル登録しておいても損がないチャンネルだと思いますので、ぜひですね中川隆一郎チャンネルをよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。中川隆一郎でした。バイバイ。